例えばだけれども、まあ、小池さんというのは私はあの都知事としてあまり良くないという印象なんです。まだ利権だったりとか、おそらくですよあと子育て政策とかっていうところにもお金を分配してるんですよ。令和新選組代表山本太郎と申します。札幌にお邪魔してます。皆さんから直接山本太郎にご質問をいただきたいんです。年齢とか国籍とか立場とか関係ないです。マイク握って好きなこと言ってください。 NG ワードなしです。たまたま今日は札幌に来たんだという方でも結構でございます。どなたかご質問があれば手を挙げていただければってことなんですけど、いかがでしょう。じゃあどうしましょうかね。じゃあそこの方行きましょうか。はい、あなたそのまま手を挙げておいてください。1分です。1分で質問まで言っていただければ幸いです。こんにちは。今日は札幌に来ていただいてどうもありがとうございます。山本さんのお話はすごく具体性があって聞きやすくて、あの政治にちょっと関心に興味が出たお一人の方だなって思って今日来らせていただきました。私が聞きたいのは、あのそんなにすごく政治に勉強してるわけじゃないんですけど、東京の都知事選がすごく今なんか面白いっていうか盛り上がってるなと思ってて、私の中では石丸さんとか宇都宮さんが具体性があってなんか話が聞きやすいなって、あ政治ってこうだったんだ、なんか中身ってこうだったんだなってなんとなく私の中で理解した中で、それは私の感想なんですけど、山本さんが思う東京都知事がどなたになれば山本さんもなんか一緒に日本を盛り上げていこうなって思える方は個人的な意見としてお伺いしていいですか。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんからご質問いただいて山本がお答えをするということをやっております。ご質問いただいた方ありがとうございます。まあ、ここは札幌北海道ですけれども、今、東京の都知事選挙が行われているということのお話でございました。でその都知事選、誰が都知事になったら面白いと思うかということのお話ですね。ありがとうございます。私たち令和新選組は東京というところにもやはり大きな地盤があるところなんですけれども、私たちの組織としてはですね、グループとしては、一方で今回の都知事選に関しては静観、候補者も出さず誰か候補者を応援せず、何もしませんということを選びました。はい、それがもうそれが答えになっちゃうんですね。で、どうして誰かを応援するってことをしなかったのかということに関してお答えをすると、どの候補者も私は薄味だな、政策がという印象です。具体的に言ってる人もいるんだけれども、ちょっとかなりなんだろうな、ウェイトが偏りすぎてる部分もあったりとか、バランスっていう部分でそれぞれに深いっていう人はほぼいないなっていうのが感想です。なのでミックスされればいいのになっていうような思いもあります。例えばだけれども、まあ、小池さんというのは私はあの都知事としてあまり良くないという印象なんです。一都民としてですね。でその、でも一方で小池さんは東京の財政力、これは例えばですけれどもノルウェーとか、チェコとかですね、そういう一つの国の経済規模ぐらいのものを東京が持ってるわけなんですよ。それを結構フルに使って、様々な利権だったりとか、おそらくですよあと子育て政策とかっていうところにもお金を分配してるんですよ。ある意味での人気取りっていうのはバランスよくやってる人だなっていうのを印象を受けます。だから積極財政ってことを私たちは訴えてますので、さらにできるだろうっていうふうなことの思いは小池さんには持ってるんですけれど、でもやっぱり人権感覚っていう部分では小池さんはちょっと私は欠落してる部分があるんだなっていうふうに思うんです。どっちかっつったらレイシストよりかなっていうふうに思うんです。そう考えた時にそこの部分をやはりバランスよく取れるのは蓮舫さんかなと思うんですけど、でも蓮舫さんはどっちかっつったら行革って言葉を持ち出す、どっちかっつったら、無駄を見つけてお金を出していこうという考え方、まあ一般的な自治体、地方自治体においては当たり前の考え方だけれども、これだけ巨大な経済圏を、持っている東京であるならば、ここはさらに積極財政、無駄を見つける前にどんどんやっていけるはずなんですよね。そういう部分を考えると、なかなかこの人でっていうふうにはなかなか私たちとしてグループとして応援するっていうのは難しいっていうところでございます。で他にも、石丸さんでしたか。まあ多分一生交わることはない方かなと思います、私たちとは。はい、あの様々なお話はされているところではあるんですけれども、じゃあ結局何をするのかってことには踏み込まない、具体的にこれをする、私たち具体的すぎていろんなとこからあの突っ込まれたり叩かれたりするわけですよ。逆に言ったらこれをやるんだって言い切った場合にはそれぐらいの逆風が吹くの
のは当然なので、だからその寸止めの具合がすごく頭いいなと思います。はい。でもある意味でどっちかっつったら私から見るとエリート側の主張なのかな、どっちかっつったらっていう風に思えるっていうか、どっちかっつったら維新と交わるっていうのが一番なんだろうな、共に輝くんじゃないかな、存在感がって思います。新自由主義寄りの人だなっていう風に私は思いますね。そんなところです。はい。なので私が一個人としてどんな、投票をしたかってことに関してはこの場では申し上げませんけれども、私たちグループとして誰を推すかって考えたときに、まず私たちは自分で候補者を出したかったんだけど、今回のこの場面においてはっていうことで踏みとどまったっていうことです。逆に言えば小池都政というこの悪政を終わらせるためには他の戦い方を選ばなきゃいけないだろうと、その中で自分たちで最大限できることということを考えたときに踏みとどまったということです。東京においてもそうだけど、一番必要なこと、一番危機感持ってもらわなきゃいけない部分は防災なんですよ。災害必ず来るから、むちゃくちゃでかい災害来るんですよ。首都圏直下どれぐらいの規模で来るかってことだけ最後にちょっと見させていただけますかね。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎、あなたからの質問に山本が直接答えるというものでございます。東京の首長、東京のトップになるならば、やはりこの防災、次なる巨大地震必ず来ると言われているものに対してどうやっていくのかってことを考えられなければいけません。首都圏直下地震っていうのはこれ内閣府の想定で経済的被害が95兆円です。もう想像できないですよね、どれぐらいのものか。これは単純に比較すると阪神大震災の10倍です。被害が東日本大震災の 5.6 倍です。これだけのものが首都圏を直撃するってことは、ある意味で日本傾いちゃうっていうか、かなりやばい状況になる。それに加えて南海トラフなんかも来た時にはもう目も当てられないということを考えた時に、やっぱり国はちゃんとここに対処するっていう術を持たなきゃいけない。被害を小さく抑えるってことだけじゃなくて、一番まずいのはそれだけ大きな地震が来た時に物を作る力、供給能力ってものが破壊されるっていうのが一番やばいんですよ。要は皆さん、コロナの時にマスク手に入らなかったでしょ。マスク手に入らなくなってマスクはどうなりましたかって言ったら値段が上がったんですよ。転売ヤーとかが美味しい思いすることになったんですよね。つまりいろんなものにおいてそのような状況があり得るってこと。大きな地震が来て様々破壊された上で、物が手に入らなくなる、ある意味でのハイパーインフレ状態にもなり得るとするならば、日本で唯一その可能性があるのが大災害だってことなんですよ。そこにおいて東京の防災隊長、国が頼りにならないんだったらやっぱり住民の命しっかり守れるっていうのは東京都知事ですから、そう考えた時にそれが機能しそうな人、その政策が熱い人っていうのは私は個人的に推したいなとは思います。すいません、簡単でしたけれどもそんな感じです。令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんからご質問をいただいてそれに対してお答えをするというやり取りをやっております。旅の恥は書き捨て、国会にはですねもっと恥ずかしいおっさんたちいっぱいいますから、どうか恥ずかしがらずマイクを握って、直接何かしら、山本に、突きつけていただければ山本がお答えをしてまいります。この後あなたの番かもしれません。どうかよろしくお願いします。すいません、わしは札幌のものなんですけども、さっき言ってくれた東京都知事選のことなんですが、薄味の人ばっかしで決められないっていう風に、太郎さんは言ったったのば YouTube で見たんですけれども、それば何とかこぐして誰かば押してやらないば、ゆり子さんが入ってしまったらばやっぱし やばいんじゃないかなと思わさるんです。なんとか薄い長からも誰か一人ば選んで都知事選を押してやってほしいんですが、ダメですかね。それダメです。あ、ダメなんですか。はい、ごめんなさい、もう決まってます、静観するってことが。あ、そうなんです、ね。はい、でごめんなさい、まずは人で選ばないってことです。だってみんな人たらしなんだから、政治家なるやつなんてそれを考えたら、この人で選びますみたいなことで詐欺られることなんていっぱいあるわけだから、それはやっぱり信じちゃダメなんですよ。じゃあ何を見ますかって言ったら、やっぱりその人の政策なんですよ。でこれまで訴えてきたことなんですよ。それを考えたとするならば、少なくとも、もちろん小池さんってことを考えた場合には私は選択肢としてはないんですよ、一都民として。で政治家としても、小池さんに乗るってことはないです。向こうもそんなつもりもないだろうし、来てもらったら困ると思うんですね、逆にで、その他の人たちを見ていったときに、じゃあどうなるかって考えたときに、小池さんよりも緊縮財政になったら困るんですよ。小池さんのお金の使い方はおそらく例えば大きな企業とかにお金が流れるような使い方もしてるけれども、逆に子育てだったりいろんなところにもお金は流してるんですよ。だからそのバランスを変えていくことは可能だと思うんですけれども、一方でその野党側であったりとか他の候補者見たときに、積極財政って考えたときになかなかちょっと腰が引けてるっていうか、やり方がわからないっていうような人たちが結構いるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それを考えたときに、やっぱり小泉政権の時からこれは行政改革みたいなことずっとやってきたわけですね。要は無駄を削ると、身を切る改革だってことは民主党政権の時代からずっと言ってるわけだから、
結局社会がここまで壊れた理由は何なのかって考えた時に、国が行政が人々に対してお金を流さなくなった、特定の者たちに金を横流ししていきながら特定の者たちだけが声太っていく、でその見返りとして票や金をもらうっていうようなことがやっぱり横行してるわけですよね。それを考えた時にやっぱりなかなか難しい話だなとは思います。で結局は誰かに、なんだろうな、難しいな、まあなんだろうな、まあまあ先ほど言った通りです、政官っていうところはもう一回決まってるんですよ、はい、それをいろんな方向からいろいろ考えた上で政官ってことを考えてるわけですね。だからそれを今から動かすってことはないです。はい、逆に、なんだろうな、それぞれの陣営がまず足元固めろよって言いたいです。自分たちの陣営で足元ちゃんと固められてるかっていうこと。支持者の 100% 近くまでちゃんと固めるってことをやってからだろうっていうふうに思いますけどね。まあでも、この選挙において私たちが何かしらスタンスを変えるってことはないです。最大限譲ることは譲ってるってことです。政官っていうのは、ある意味での贈り物じゃないかなと思ってます。ありがとうございます。